規格外の天才大谷翔平がこの後登場。幼少期の恥ずかしい伝説を発掘。甘えん坊、甘えん坊。禁断の恋愛事情も。ラブレターの見せ合いをしたり。何してんすか。見ていきましょう。まず誰も知らない伝説を掘り下げるのは、今年前代未聞の偉業を成し遂げた若き日本の宝と呼ばれる天才です。今年野球界を席巻した男。投げれば日本最速165キロ、打てばドームの天井に消える超人的な一打。投打の二刀流で日本の野球史を塗り替え続ける、規格外の天才大谷翔平。そんな大谷の誰も知らない伝説、その真相を本人が語り明かす。誰も知らない伝説を掘り下げるのは、北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手です。たけさん、これ頭早いよな。でっかいですね。初めてですか。いや、テレビは見てるけど、はい、初めて生。大谷選手もたけさんは、はい、いつもテレビで拝見します。あの大谷選手はね、はい、ほとんどテレビ出ないんだよ。オフあんまね、うん、見てないですもんね。でテレビ東京が10億円出して来てもらったんだから、はい、結構金に弱いじゃないですか。金で飲むタイプですか。お願いしますよって。でも体でかいですね。ちょっと太ももチェックいいですか。あ、どうぞ。じゃあ失礼します。はい。すごいあのね、思ったよりね柔らかいんですよ。そうなん、はい、ガッチガチじゃないんです。ほう、でもねこうしたくなる。同じアスリートと吉田選手は、はい、何ですか。いや、ちょっと体すごいですよね。すごいですよ。ね、タッチよろしいですか。どうぞ。え、タッチよろしいということ。はい、ちょっと大谷ファンに怒られちゃうかもしれない。すいません、はい、代表して。アスリートの感想ください。アスリートね、筋肉。うわー、すごい。太い。いやいやいや、女子の顔じゃないですか。女子の顔じゃないですか。筋肉カチカチじゃなくてちょっと柔らかさもあって、柔らかいけど力がないと硬くなるのがいい、はい、筋肉。いい筋肉です。やっぱりね、ピッチャーなんでお尻がやっぱりこうしっかり、はい、ね、プリッと、はい、プリッとしてますね、やっぱりね。ピッチャーのお尻ってプリッとしてるんでね。知らない。誰がピッチャーしてるんじゃないですか。野球選手は結構多いかもしれない。あ、そうなんですか。はいはいはい、あんまそんなお尻見てないんで。結構見てます。結構見てます。ということで、いろいろな伝説をお持ちの大谷翔平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今伊集院さんの中ね、日本ハムファイターズファンですか。大ファンです。あの165キロはあのドームで見ました。あ、本当ですか。ありがとうございます。やべ、俺もうやべえっす。たけしさんはどんなところがすごいと思いますか、大谷選手の。大体ね、高校中学ってね、大体すごいやつがね、ピッチャーとね4番打つんだよ。ですね、うん、だけどプロとか社会人に入るとどっちか選ばされるんだ、うん、あの大谷選手初めてだよね。それがそのまま俺の理想通りになっとけ、うん、だからそんなに武井さんさっきから興奮してるんだね。すごい興奮具合じゃないですか。はい、番組が独自に取材しました。まずは誰も知らない伝説、少年時代編です。どうぞ。誰も知らない大谷翔平伝説、まずは少年時代。やってきたのは岩手県奥州市。大谷少年が中学時代までを過ごした原点の町。ここで我々は地元の人々しか知らない大谷伝説を徹底取材。すると誰も知らない驚きの伝説が明らかに。最初に伺ったのは
住宅街に佇むこちらの美容院。失礼します。シャイちゃん、おばあちゃんです。リトルママです。覚えてるかな。リトルリーグ時代のチームメイトのママたち。覚えてますね。リトルママって言ってましたよ。覚えたか言ってましたね。リトルリーグで野球を始めた小学2年の頃から大谷少年をよく知っているそうで、リトルママ。大谷の母加代子さんともお友達。さあ、どんな伝説を明かしてくれるのか。気になる。うちに遊びに来たこともありますよ。え？ここに？うん。可愛かったよね。すっごい可愛かった。試合の時はタブリにするっていう感じなんだけど、もう遊んでる時は可愛い。子供の頃からマダムをメロメロにしていた大谷。ここで最初の伝説が。リトルで毎年合宿があるんですよ、福島に。翔平だけは必ず9時は寝てるんですよ。他の子供たちがいくら遊んでても、うん、寝るか食べるかで。コンディションを万全にするため9時には必ず就寝。しかも一度寝たら絶対に起きない。ちなみに極秘ルートで入手した現在の寝顔がこちら。開いてる。開いてる。これやばくね。極秘考察面。さらに我々はこの闘志むき出しの大谷からは想像もつかないある超貴重映像の入手に成功した。リトルリーグの卒団式。挨拶する大谷少年だが、この照れた表情に幼少期の可愛すぎる伝説が。ママは大好きでしたよ。ママは大好き。ママ大好き。うん。甘えん坊。甘えん坊。あの、うちに泊まるのもやっと一回泊まった。ママからやっと離れてくれた。うん。答えたんだよね。理想の女性はどういう人ですかって言ったインタビューに。では笑顔が好きで、スポーツもできるし。お母さんって、もうみんなリトルのお母さんたちそう思ったよね。甘えん坊。甘えん坊。妹の母ちゃん容赦ないっすね。容赦ない。さすが容赦ない。嬉しくてしょうがない。ママの前でヒットを打たれると駆け寄り慰めてもらっていたとかいないとか。大好きなママに連れられ初めて練習に参加したというリトルリーグのグラウンド。小児で、小児なんです。思い出の場所に足を運んでみた。ここでさらなる大谷伝説を発掘するためアポを取ったのが誰だ。お、翔平、しばらく。恩師の浅利昌司さん。水沢リトルの代表であり、小学2年から中学1年まで大谷に野球の基礎を教えた人物。当時の話を聞くと、なんとあの伝説の一打。東京ドームの天井に消えた特大二塁打。そのルーツとなる光景を当時から何度も目撃していたという。それは中学1年生の時、遠征先の球場で。伝説になってますけど、福島の合宿で場外ホームランで信号機にぶつけたんですよ。え先頭もあのね、野球場の場外を打ってバッチャーンすごい脅してましたからね。中学1年生で超特大の場外ホームランを放ち、道路の信号機を破壊した。設計上行かなくなってる。推定飛距離は120メートル以上。札幌ドームでもスタンドインできる飛距離だ。
さらに大谷の名を全国に轟かせた伝説の試合が。それは全国大会出場をかけた大一番。当時のスコアブックには三振を表す K が17個、大谷は全18個のアウトを1つを除き全て三振で奪っていた。すごい。その様子が分かる超貴重映像を入手。動画があるんだ、すげえな。よく撮っててくれた。驚異の奪三振ショーをご覧あれ。ありがたい。120キロの剛速球。見えない。決め球は大人より速いじゃねえか。大人だ大人。縦に落ちるスライダー。翔平が投げるとシーンシーン、だんだん球場がね、異様な雰囲気になってきて、また三振だまた三振だっていう感じで、すごかったです。気持ち悪いくらいね、球場が静まり返って、ザクザク出てくる大谷伝説。続いて我々は野球以外の伝説も発掘したいと、大谷が思春期を過ごした学び屋、水沢南中学校へ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大谷元気？当時同じクラスだった友人たちに集まってもらった。すごい取材力ですね。すごいですね。ちょっとびっくりした。彼らなら野球を離れた素顔の翔平くんを知っているはず。卒業アルバムには様々なスポーツで活躍する写真がずらり。やはり学校中の視線を集めるヒーローだった。そうですか。うわ、目立ってたりとかしなかったですか？そういうタイプじゃないよね。誰かが怒られてるとニヤってして見てる。俺は関係ないみたいな感じ。ここはちょっと最低でしたね。そんな中、クラスメイトたちはある伝説を目撃していた。私ずっと思ってたけど、ジャージがちっちゃいなっていうのはずっと。大谷はジャージがツンツルテン、サイズが合わず七分だけになっていたらしい。ずっとなんか一生懸命こうやってやってたイメージ。確かにやってたな。ね、ずっとこうやってた。そう、でも短いから結局なんかね、戻る。そう。成長の速さに買っても買ってもジャージのサイズが追いつかなかった。というのも3年間で伸びた身長、実に20センチ。この頃から規格外の男。幼少から中学まで様々な伝説が明らかに。大谷選手、全部本当ですか？さあ、大谷選手、いかがでしたか？うちの取材力は。すごかったです。びっくりしました、ちょっと。はい、まずは、リトルママから始まりましたけども。はい、リトルママの隣でメガネかけたのが、京都とも関西の漫才師に見えないんですよ。でも、いろんな伝説出てきましたね。秀樹さん、気になったのありますか？いや、結構甘えん坊だったっていうのが ね、ママ好きだっていうのはありましたね。ねこれはそうなんですか？いや、自覚はないですけど、ただ父がずっと監督だったので、はい、もう野球を始めた瞬間から、まあ、お父さんというよりもう監督っていう感じでしたし、そういう意味ではお母さんの方が好きだったのかなっていう感じはしますね。はい、でもお泊まりがね、他の家できないっていうのはちょっと異常じゃないかなって思うんですけど。それは本当ですか？いや、もう覚えてないですけど、もう言うんだったら本当なんじゃないかなって。えぇ、ー、わ、はい、かんないです、覚えてないです。なんかちょっと切れてるんじゃないですか？はい、えぇ、ー、いや、本当なんじゃないかなと思います。はっきり言っといた方がいいですよ。はい、はっきり言わないと、あのおばさん、最初の女だっていいですか？最初の女。え、あれ中学ぐらいの時に自分で覚えてる、あいつには打たれたとか、隣町の4番のあいつはきつかったみたいな人っているんですか？いますね。僕よりも上手い子も見ましたし、対戦もしてるので。そうなんだ。
だって18アウトのうち17三振取ってたら吉田さんも言ってたけど、はい、周り8人やることないですよね。ボール来ないしみたいな。一、はい、うん、人だけ球当てた人がいるのかしら、あれ三振じゃなかった。センター前でした。うわ、覚えてる。あれホームランは、ホームランだって中学生で120キロでありえないじゃん。信号に当たった伝説は120メートル。あの監督はまた嘘つきだ。分かんないから。会社に聞いてくださいよ、大谷さん。信号機がセンターからこっち見てるわけでいいやい。道路が壊してんね、なんで信号機こっち見てる。どうなの。でも、はい、本当はどうなんですか。本当ですか。多少持ってると思いますね。でも、まあ、当てたのは本当です。歩行者の信号機があったので、そこに当たりました。すごいな。エマさんいかがですか。でも卒業アルバムで他のスポーツとかの写真もありましたけど、何でもおできになられたんですか。一番最初に習ったのが水泳だったので、はい、初めは水泳がすごく好き。高跳びもありましたよね。高跳びはそうですね。今度は三刀流っていうのでやってもらおうか。東京オリンピックに出て、これはダメってあるんですか。苦手なこのスポーツは全然ダメみたいな。苦手なスポーツですか、うん、まあ、サッカーとかやっぱ足を使うスポーツとかは手よりは器用じゃないかなと思います。あ、ボーリングはどうですか。ボーリングですか。やる、ボーリングもそんなうまくないと思います。あんまやれないですもんね、絶対指をね。あんまりね、やったことないです。あ、じゃあ俺の方がうまい。それはあるかもしれない。ありましたけれどもね。ものすごい女の子から人気あったんでしょ、うん。いや、僕はないと思います。あ、そのあたり、武さん、気になりますよね。絶対ありますよ。調べております。あ、あるんですか。はい、はい、大谷選手の誰も知らない伝説、続いては、レイヤー編です。うわ、待ってました。誰も知らない大谷翔平伝説、続いては、日本の宝、大谷選手について気になることを、国民の皆さんにズバリ聞いてみたところ、なんか選手同士の方が満面の笑顔で、女性の横とかアナウンスさんとかの横だとなんか硬い表情になるイメージがあります。大谷くんが、大谷くん恋の噂とか聞きます。ない。ダルビッシュさんみたいにレスリングの選手と結婚する人もいるから、吉田沙保里さんはどう思うかなって。マッチの意見だよ、マッチの意見。本当に本当に結婚願望はありますか。みんな恋愛事情に興味津々。これありますよ。そこで我々は大谷の恋の伝説を徹底調査。しかし探せど探せど恋バナは一切出てこない。ママもクラスメイトに至っては、クラスメイトはだって女子と接してる、そんなにそんなにないと思う、ね、むしろ疑うくらい男の子としか喋ってない。そっちを疑いかけたその時、大谷の恋愛伝説を知るある人物を発見。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰ですか、誰ですか。バレンタインデーのチョコレートを10個。リトルリーグ、この後禁断の恋愛伝説に迫る。今俺は恋愛の話してる。いやだからね、なのでひざみつ、日本の宝大谷翔平、そんな天才の誰も知らない恋愛伝説を知る一人の証言者を発見。こんにちは、よろしくお願いします。誰ですか、誰ですか。あれ、翔平久しぶり。小学校からの親友、山路春人さん。今まで秘密にしていた伝説を証言してくれた。恋愛してたんですか。恋愛というよりも、まあ一方的に告白されてたって感じですね。うわ、はい、バレンタインデーのチョコレートもう10個とか、あとやっぱ中学1年生で、まあ、あの入学したばっかで、もう 5,6 人にすぐ告られてる、告白されてる。モテてんじゃん、モテてんじゃん、モテてるね。大谷翔平は中学入学早々 5,6 人から告白されていた。さらに山路さんが、
あー、これ言っていいのかな。親友だけが知る恋の秘密とは。まあ、私と翔平とあともう一人の人で、まあ、一室に集まって、まあ、ちょっとラブレターの見せ合いをしたり。え、確か翔平の部屋だったと思うんですけど、あぐらかいてちょっと薄暗いとこで。大谷は恥ずかしがりながらムードを出そうと提案し、何ムードを出そう、部屋を薄暗くして小さなポーチから女子にもらったラブレターを宝物のように出してみせたという。何してんすか。内容的にはまあ、翔平くんは知らないかもしれないけども翔平くんのことが好きで告白しようと思って翔平くんの家の近くまで行ったんだけど勇気が出なくて行けなかったから手紙にしますっていう、そんな感じで。どんな感じでした？いいね、ニヤニヤしましたね。あ、ニヤニヤ。あれはモテるよ。まんざらでもないような感じでしたけど。天才も甘酸っぱい青春に浮かれまくっていた。気になる恋の行方は。いや、多分野球に集中したかったっていうんで、だから多分みんなと違うとかそういうとこなのかなっていうのはありますね。翔平が付き合ったっていう話を一回も聞いたことなくて、え、気になりますね。本当は付き合ってたのかもしれないですけど。大谷さん、その辺のところどうなんですか。これはもうくれぐれも言っておきますけどね、はい、テレビ局の女子アナ気をつけた方がいい。なんかすごい目そらしてますけど。今の言葉でちょっとねドキッとしたと思うんだよね。もうみんなね手ぐすで引いて狙ってますからね、はい、サッカー選手かね野球選手。でもね実際やっぱ相当モテてたでしょうね。それはもう間違いない。いやいや、モテてないです。それはもう言ってください。いやいや、本当にモテてない。いやいや、もうなんかだんだんイラついてきたんで言ってください。本当です、本当です。いや、モテてるのは悪いことじゃないですから、はい、僕はそのリトルリーグっていう団体に所属、まあ、クラブチームみたいなものに所属して野球やってたので、はい、その中学校も、まあ、部活に一応軟式野球部って入ってたんですけど、うんうん、そのこっちの大会に出なくちゃいけないので、こっちではもう出なくても大丈夫ですっていうことで、本当に席だけ置いてたんですので、うん、はい、大会とかも控えでしたし、うん、あいつ体だけでかくて全然動けないやつだと思われてました。大谷さん、はい、今俺は恋愛の話してる。いや、なのでモテなかったっていう、単純にその体力測定の時とかだけこう頑張って試合は全然あいつ出れねえなみたいな。まだいけんぞ。感じです。まだいこう、まだいこう。ね、山地さんでしたっけ。はい、はい、山地さんがおっしゃったのは、はい、じゃあない、嘘ですか。もらったのは本当です。ただああいうのは覚えてないです。でも5、6人から もらいました。入学時に5、6人かは分からないですけど、告白されて、はい、もらったのは確かです。告白もされてましたね。はい、本当はあれは山地さんが大谷君を好きだったんじゃないですか。ややこしくなってくる。いや、もうね、とにかくね、野球選手はねモテるんだから、奥さんはね普通の人の方がいいですよ。はい、でも料理とかそういうのもね。落ち合いの神さん見なさい。信子さん、ああ、うん、あ、野村監督の神さんとか。武さん大谷選手黙っちゃってる。具体的なプロ野球の先輩の名前なんか絶対ダメですよ、そんなの。例えば今まで好きな芸能人とかっていうのは、すんなり答えたことあるんですか。好きな芸能人ですか。芸能人、ね、この人みたいなのないですね。もうみんなテレビで出ると OK ですし、そのこの人みたいなのを言ったことないですね。なんか興味なさそうですね、はい、あんまり女性に。じゃあ、エマちゃんから見たら興味なさそうに見える。うん、だからね、まあお若いってこともあるんでしょうけど、うん、結婚、例えば人生設計の中で何歳ぐらいで結婚とかって考えたりはされるんですか。30手前でしたいなとは思ってました、最初。うんうん、今は全然思わないです。あ、思わないというか、そのいつしたいなみたいなのはないですね、特に。分かんないよ、メジャー行ってさ、外国のハリウッドスターかなんかと一緒になるかもね。ねえ、もらいたいですよね。もともとでもメジャーっていう気持ちはありましたもんね。そうですね、それは思ってました、ずっと目標として。はい、うん、でそれがね、日本ハムもまさかの球団が、はい、もう来年のオフはチャレンジしてもらおうっていう話をしたじゃないですか。はい、球団はだって丸儲けじゃなかったじゃん。
農業生だ。なんで他人の金を勘定するんですか。大谷選手に気持ちが大事だってことやって、ドームが作れるかもかに。まあ、でもそこまで注目されるようになったのもやはりあの甲子園のご活躍があったからということで、伝説振り返ってまいりましょう。大谷選手の誰も知らない伝説、甲子園で活躍していた高校時代編です。この後母校に潜入、同級生が語る大谷のプライベート。大谷と、まあ、誰か一人に寝てゲームとかするとうるさい。あ、まあそうですね。さらに天才のマル秘ストレッチ、スーパースターを前にたけしも大興奮。めっちゃうるさいよ。たけしのって書いてあるじゃん。すみません、たけしなんて誰も知らない伝説だ。はい、そうですね。年を彩った天才たちの誰も知らない伝説を独自取材で発掘。続いて大谷翔平高校時代編、超人的な身体能力の秘密が明らかに。伝説となった高校生最速160キロ、そのルーツを探りに訪れたのは母校花巻東高校。ここで超高校級の伝説を発見することに。野球部部長さすが先生の案内で向かったのはグラウンドではなく体育館。実は花巻東のピッチャーにはバレーボールを床に叩きつけるというトレーニングがあるのだが、当時先生は衝撃の光景を目撃していた。大谷は当時叩きつけたボールが大体この天井に当たるっていう、他の子は当たんなかったんですけど、過去には翔平だけだと思いますね。大谷が床に叩きつけたバレーボールはなんと体育館の天井に当たるほど跳ね上がった。後輩たちにやってもらうと半分が精一杯。相当筋力使う感じですか。体全体を使ってる感じです。あ、体全体使って遠い存在の感じがします。高校最速から日本最速へ、そして世界最速を目指す大谷の伝説はここから始まっていた。さらにこの迫力の走塁を可能にする脚力にまつわる伝説も発見。母校の体育館にあったのは走り高跳び用の巨大マット、長さはおよそ4メートル。先生が明かす脚力の超人伝説とは。この周り走ったりしてるような時に走りながらそのままこれ飛び越えてしまう、この距離は。そうですね。どういうこと。巨大マットをピョーンと飛び越えちゃった。試しにやってみてもらってもいいですか。はい、やってみましょう。結構体でかいですよね。彼らも名門校の球児だが、彼らもいや無理だよ。ご覧の通り日の巻の選手なんだよ。よく一個飛べようと思うよ。え、あれを超えるの。本気を出せば軽自動車くらい飛び越えられる。そして
大谷の高校時代を最も近くで見てきた人たちといえば、都内某所。こんばんは。あれ、鍋ですか。高校時代苦楽を共にしたチームメイト、大谷伝説教えてください。あ、仲間たちだ。大谷さんも来られたことあるんですか。オフシーズンになると来て泊まって、次の日またトレーニング行ってみたいな。大谷と、まあ、誰か一人寝て、あと下の布団に3人ぐらい寝るみたいな。テレビで見てればあんなスターみたいなあれですけど、普通にここ来ればガキ臭いというか、うるさいですね。とりあえずうるさいです。騒ぎます。ゲームとかしてるとうるさい。あ、まあそうですね。マリオパーティー、マリオパーティーやった。パワープロ、パワープロも勝負事になると勝った時にシャーみたいな。結構ここはマウンドかみたいな。負けず嫌いだからね。何事も。大谷翔平はゲームの野球でも常に真剣勝負、勝負ごとには妥協しない。マウンド張りの雄たけびを部屋でも上げている。さらにチームメイトが明かしてくれたのは野球部の寮でのエピソード。伺ってみると、ある伝説の痕跡を発見。それは寮の玄関ロビー。頭上のガラスに謎の大きなひび。そうなんだ。寝坊かなんか、慌てて起きてきたんですよね。多分下級生の時かな。あと急いで行くじゃないですか、やっぱ先輩待たせてるんで、そのバーって行ってボーンぶつかったみたいな。詳しく現場検証。この傷を大谷さんがつけたってことですか、はい、っていうふうに聞きました。その厚さおよそ1センチ。続き。分厚いガラスをかち割る強靭な肉体と石頭伝説。続きしたのあれ。続いて大谷が使っていた部屋、西武ライオンズの菊池雄星など歴代エースが使った出世部屋だ。ここにも残された伝説が。とこれですね、翔平さんが帰ってる高校最後の夏に向け大谷が書いた決意表明。やっぱりこういうのがあると力になりますね。なりますね。やっぱり試合前とかも見て自分のモチベーションを高めていったりとかはしてました。かつてこの場所で大谷が仲間にだけ打ち明けたある思いが。今こう二刀流っていう形でやってますけど、まだメジャー行くだの日本でやるだのそういう話になる以前の時に、何気ない会話でどっちで行きたいの、バッターとピッチャーどっちで行きたいのって言った時に、普通じゃつまんないからどっちもやりたいみたいな。普通じゃつまらないと大谷は高校2年生の頃からプロ二刀流を志していた。自分の中ではあったってことですかね。ここには多分ありましたよ。やりたかったんじゃないですか。やりたかった、あったかどうか分かんないですけど、やりたかった。それを提案してくれたのが多分栗山監督だったんで。へえ。分かんないですよ、真実は分からないです。大谷さん、真実はどうなんですか。えらいね、またまた二刀流、はい、俺もこの間まで男も女も二刀流だったね。全然違うな。どうもすいません。早めに謝ってもらいたい。今日は大谷選手が来てたらちょっと上がっちゃった。ごめんね。 でもね、また伝説出てきましたね。できるんだったら。あのマットってあれ、あれ本当ですか。マット記憶にはそんなにないですけど、でもそういうトレーニングはあったので、そのサーキットトレーニングみたいな、はい、一番気になるの。武さんどうですか。二刀流っていうのを言い出したっていうのが、もうこの時に言ってたっていうのはすごいなと思うね。それは本当ですか。その僕もどっちでもやってたので、そのどっちでもプロに行けるぐらいのお呼びがかかるぐらいのレベルでまで行きたいなとは思ってました、入学当初から。日ハムファンとしてすごい聞きたいのは、じゃあ二刀流の話っていうのは、最初ドラフトもこうプロ行かないんじゃないかって言われて、割と決意固かったのが、
入ってくださったじゃないですか、日ハムファンからしたら、はい、どのタイミングでどっちから二刀流って出てきたんですか。交渉は多分4回ぐらい、はい、もう栗山監督も家に来てもらいましたし、うん、そのぐらいやってもらったんですけど、もう最初は行く気はねもちろんなかったので、うんうん、まあ、その中でこう、まあ、2つ二刀流としてやらないかという提案もされましたし、まあ、僕はそうやって真剣にそう思ってくれる球団があると思ってなかったので、うん、本当に思ってくれてるんだなっていうのをその4回の中で理解して、はい、はあ、いや仮にどっちか選択してくれって言われてたらどうしてました。それだったらそう従ってましたか、そっちに。もう従うしかないかなとは思いますし、今でもそうですね、もうピッチャーだけやれって言われたらやるしかないので、あのね、言うこと聞かない方がいいよだって落合さんだってバッティングコーチと合わなくて D も干されたって言ってたもん、二軍の試合で。自分で意思を持ってるのが一番強いのかもしれないです ね、何をしたいって。例えば部屋にすごくいろいろ書いてらっしゃったじゃないですか。ああいうふうになんか言葉にするのってご自身の中で大事なことなんですか、目標とか。わ、そうですね、やっぱ大事だと思いますし、その目に届くところであったりとか自分で書いて思うより書いた方がやっぱり実行すると思うので。僕大谷選手の高校時代の伝説で長嶋美奈さんが多分おっしゃってたと思うんですけど、はい、高校でクリアしたい目標をみんな書けって言われて、そこに161キロって書いてたって本当ですか。最初161って書いて提出して、はい、まあ、監督に見せるんですけど、はい、161はいけると思うみたいな感じで言われて、どうせ行くならもうちょっとそのいけると思ったちょっと上の方がいいんじゃないかっていうのをされて163って書いて紙に貼り、高校のところですよね今何キロまで将来いけるって思います。まあ、単純にスピードだけ追ってるわけではないので、ああ今そういう目標はないんですけど、うん、ちゃんとトレーニングをしてちゃんとこうスキル練習をしてやっていけば今よりも確実にもっと上がるかなとは思ってます。今も何か書いてますか。今書いてる言葉あります。聞いた聞いた。去年は日本一でしたけど、ね、はい、サインでもね、俺ねマネージャーに聞いたのはね、話入ってきたって笑ってた。やめて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 やめたけしさん、あれですね、さっきから一回も大谷さんの顔見ないですね大谷さんの顔見て、大谷さんに質問とかもしあればサインボール持ってきたんでサインしてくんないかなこれがお願いだったんですか。ウエンツ君も野球大好きじゃない。大好きです。聞きたいこととかあるでしょうよ。いや僕やっぱね、まあ、メジャー行った時に、メジャー行った時の二刀流はどうするのか、これは契約に入れるのかどうか、それ聞きたいですね、うん、そうですね、まあすごい難しい話なんですけど、はい、まあ、メジャーリーグはその日本と違って DH 契約があるので、うん、まあ、ア・リーグだったらその DH として専門として入る人がいて、今僕はピッチャーになりながら DH として出てますけど、はい、アメリカに行くとナショナルリーグだってね、そうですね、違うし、そこでまず選ばなきゃいけないですね、うん、そこの難しさであったりとか、うん、まあ、あとは試合数であったり登板間隔の難しさ、うん、そこをどうこう本気でこう思ってくれる球団があるのかなというのがまず一番大事な条件かなという、そういうのも調べて超具体的に考えてません、うん、DH 契約の選手がいるということはまで考えてるってこと確かにもういや、やめてくださいダメなんだ、もうこれ以上攻めちゃダメみたいなね日本ハムの選手なんで、はい、さあ、そして今からですね、あのマイケン体操ならぬ大谷選手独特のウォーミングアップ体操なので、その動きをちょっと教えてもらいたいと思います。いいですか、はい、前の方でよろしくお願いします。メジャーリーグで活躍する前田健太投手など天才アスリートには自己流のトレーニング方法があるもの。大谷選手にも大谷体操と呼ばれる独自のストレッチ法が。たけしも一緒に体験。やっぱ
こいつで体かっこいい、かっこいいっすね。いいですか、教えていただいて。はい、まず片手で、はい、まず腰に当てて、片手で腰に当てて、これを前に単純にこう持ってくる。うわっ、え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 っ、できなかったらこうこっち手で持ってきて、こうグッと。いやいや、持てない、手が届かない、届かない、手が届かない。これいつ頃からやられてるんですか。これはテレビで石川遼選手があのゴルフ の、はい、あのやっててすごいなと思って、ほら、ね、こう投げるのとか打つのにこう繋がってくるかなと思って。こういけますか、両方って。両方はこうやってやって、うわぁ、やばい、押さえてもらえば、うわぁ、ちょっと背中、背中っす、どっちが前か後ろか分かんなくて、どうなって、どうなってんの。カメラさん、背中超撮りたいんでしょ。言った方がいい、言った方がいいよ、ほんね、なんか、いや何やってんだよ、おじさん、写真でもらおうと思って。さあ、そしてここで大谷選手からたけしさんにプレゼントがあるということで、さあ、じゃあ大谷選手がちょっと説明の方お願いします。これはこれはもう本当にシーズン中に使ってるもう本当のバットです。はい、これこれは貴重ですね。これも公式球でヘルビンボールですね。サインが、はい、これもすごいな。はい、嬉しい。もういいや。竹内さん、これ一回振ってもらった方が価値が全然違います。本人に振ってもらったもの。いやすごいそれ。軽くで軽くでいいんです。すみませんね、オフシーズンなんで。うわ、かっこいい。うわ。やべえ。うわ。あの本当にたけしさんってひょうきんですね。なんで今頃そんなこと言ったの。最後にあの2017年の抱負をお願いいたします。はい、もう連覇できるのはパリーガーとうちだけなので、うん、はい、まあ、日本一になるのもうちだけですし、はい、まあ、連覇できるようにそれが一番かなと思います。連覇したらもう一回ここへ出てくれませんか。わかりました。お願い。はい。今度は、あとは、今度はグローブお願いします。そういうことの話じゃないんですよ。